こんにちは。早稲田大学レスリング部4年の薄池ゆつきです。3年の児玉瀬奈です。本日はチャバロフ選手のマンスルホールドを紹介します。それでは行きましょう。かけるタイミングはアンクルに行こうとして相手がお尻を上げてきたタイミングが一番かけやすくて、でこのアンクルのポイントは2つあって、1つ目は回転する時の押し込みで、もう1つは回転に行く時のこの勢いがポイントです。アンクルでそのかけやすいタイミングは、普通にアンクルに行って相手がこのお尻を上げてくるタイミングに合わすのが、このチャバロフのアンクルのタイミングです。まずアンクル行こうとしたら相手がお尻を上げてくるので、そしたら自分の左手は相手の足の甲を掴ん で体は回り込んで、で右手で相手のもも前から手を通してクラッチをここで組みます。それでクラッチを組んだらこのまま、でこの時のポイントとしては、右手と自分 の左手で相手の足を押し込むようにして